おはようございます。はい、今日大和歩43日目でーす。今日はどこに行こうかね。あ、山谷っていうその町があって。ああ、山谷っていうとこがある。そうそうそう。で、なんかまたカレーでもいいかなと思うよ。あ、ちょっと考えとるやつがちょっと。あると。この1年で覚えたいけんさ、いろいろ将来結婚して子供たちにまあご飯を振る舞う瞬間が来るとするやん、うん、またカレーかよって言われたくねえもんね。あ、まあ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 。どちらから？あ、自分たちあの北九州の皿倉山から。あら、はい、皿倉へ、若いな。いやいや、大学中3かな。あ、一応自分たちお笑い芸人で。お笑い芸人で。あら、そうです、売れてないお笑い芸人です。ノートですね。お、ノートとこのペンを7本買いました。お、1日の出来事を一つの絵に表そうかなと思って。西村が吐く、相方は料理人、僕は画家になろうかなと。これちょっと時間的にあれやから、うん、お泊まりできるところを、うん、探します。聞いてよ、聞いて、ちょっと探しちゃって。ずっと歩き続けてます。そうなんです。かわいそうか。いやいやいや、かわいそうか。じゃ、野宿すると、この辺にどっかこう一人用のテントとか張れる場所ないかなと思って探してまして。なんかね、許可さえ降りれば親戚も北九州におらすよ。あ、本当ですか。石橋さんって言って。ああ、いろいろ八幡とかありますもんね。八幡じゃないよ。じゃないですか。どちらにおられるんですか。そういえば知らんとった。北九州って言うもん。どうですか、おらっしゃいます。いらっしゃいます。ちょっとかけて、声かけてみます。あ、すいません、すいません。はい、ごめんなさい。この辺でですね、なんかどっかテントを張れたりする場所とかって。テントを張れたりする場所、はい、こういうところでも大丈夫なんですか。あ、全然、はい、ここ使ってもらっても大丈夫。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうすごいな。ありがとうございます。2日分買ったよ、スーパー。うん、オッケー。1個もね。あ、なんかあるよ。昨日は黒髪山で、まあ由来はこういうことだろうなと思って。本日の山飯、本日は山飯でスタミナそぼろご飯みたいな。なんか最近ね、料理への意欲が、山飯がやっぱ山を登るための一番の動力源になってるから。いやいや、そうそこはしっかりやっていこうっていうところで。そうそうそう、よっしゃ、結構な量。じゃあ生姜もそのまま入れます。生姜はなんかスタミナになんかいいっていうか、お腹にもいいってなんか聞きますもんね。ここから玉ねぎも入れていきます。いいな。てちゃんは何分人参と格闘しようか。分かった。おい、人参の方が大丈夫。玉ねぎスープの粉です。出ました。そう、僕は増すのかっていうのを試したいんで。あ、お米さ、ちょっと、もう火止めてもらっていい？ごめん、もう止めていい？忘れとった。端っこ焦げた。すげー焦げてるよ。うわー、焦げとった。すごい焦げてるよ。すっげー焦げとんやん。マジか。うわー、すごいね。スタミナそぼろ丼の完成です。あー、やった、できました。もう想像した通りになったんでよかったです。よっしゃ。うん、うまい。生姜と醤油がめちゃめちゃ合ってます。おはようございます。おはようございます。今日は大和歩44日目です。じゃあ今日で佐賀県最後、いよいよ長崎に入ると。そうそう、うん、頑張るぞ。いやー、いやー、長崎すぐそこだよ、これ。あ、これやばいな、この坂。これすげえな。すごいね。県境をぶち破って行こうとしようわけや。なんか最後の壁やね。そうそう。坂ラストマウンテン。あ、待て。簡単に長崎に行かしてくれんて。そうそう。県境っちゅうの。これきつい。これやばいって。これは急よ、これ。これに僕たちスタンドが初めて登った山は何ですかって聞いて。で、僕たちスタンドが初めて登った山は何ですか。尺だけー。うーわー。最強のギャグっすね。ありがとうございます。ありがとう、佐賀。長崎、みんなで来よう、長崎。なんかあるぞ。なんか建物っぽいのが見えるぞ。じゃあ、え、じゃあこれ、わ、すごい。長崎のこの看板すごい。国見山、高そう、この看板も。高い。これスロットで出たみたいな感じの、なんかめっちゃ演技がいい、なんかね。うわー、演技。いや、うわ、すげえ、すげえ、すごいな。国見山、いただきました。
いたー歩けないってこれ以上は。ちょっと話し合おう、うん、それなら。違うの、その気なら話し合おう。